尾崎高堂昭和13年2月26日は、日本の牧師。霊南坂教会を創設し、同志社、第2代社長、日本組合キリスト教会会長、日本キリスト教連盟会長などを務めた。進学者で牧師の尾崎道夫は長男。日本の思想家、進学者、牧師の岩村真治は孫である。海老名壇上、宮川常てと共に、 組合協会の三元老と呼ばれた。安政三年四月十四日、熊本藩士、尾崎二郎在門の五人兄弟の次男として、日後国久馬氷本山村に生まれる。藩校自習館を経て、明治四年に熊本洋学校に入学。塾長補助や、生徒取り締まりを任せられ2年の収入を得たほか、小学校の算数教師も務めた。 熊本洋学校の海老名団長、浮田和民、横井時雄、金森通林ら同期を含む35名が、明治9年1月29日、花岡山に集合しその翌日制約に署名した際、当時儒教の道を選択していた尾崎は、参加しなかったが、後の彼らに対して行われた、迫害事件を転機として、海老名団長らの勧めもあり、 同年4月3日に、l l j ンズから洗礼を受け、熊本バンドの一員となった。同年の熊本洋学校閉鎖により、同志社英学校に、転入学、新島城と出会う。在学中に、彦根伝道に加わり、明治12年6月に同志社を卒業。その後、新島と共に日向伝道を行った。組合協会の三元老明治12年10月。 上京市、京橋区新坂町に、組合派の新坂町協会を、設立、12月に、安守礼を受けた。牧師としての収入は、熊本洋学校時代と同じ2円で、生計は苦しかったが、一致新学校での教師活動や、翻訳活動でそれを補った。日本組合キリスト教会重鎮で、熊本バンド出身の小崎行動明治13年3月には、 上村正久、伊深か之じ田村直信、平岩信康らと共に、東京キリスト教青年会を創設し、初代会長となり、10月には、キリスト教をはじめとした、思想一般に加え社会問題も取り扱った、青年会機関誌、国雑誌を創刊。同誌にて、初期社会主義思想を紹介した、近世社会党の原因を、論図を発表した。 明治15年、新坂町教会と、合わず孔明の日本教会とが合併して、東京第一キリスト教会となる。明治16年には、週刊新聞、キリスト教新聞を刊行し、上村正久らと共に出版社、形成者を設立。同社から明治19年6月に、聖教新論という本を刊行した。同書は、 従来の宗教としての儒教に代わって、新しい時代の日本におけるキリスト教の重要性を説いたものであった。同年、赤坂霊南坂に、教会堂を建立し、また、番長協会を設立する。番長協会では、宮崎東天が受選している。明治24年に、赤坂霊南坂教会を霊南坂教会に、改称する。 明治23年1月の二島上司挙の後、同年3月に同志社校長となり、明治25年同志社社長を兼ねた。明治26年には、アメリカ・シカゴで行われた世界宗教大会に、日本キリスト教代表として出席し、日本におけるキリスト教の体制と題して演説を行った。この演説は、日本文化、思想の優位性を強調したもので、 外国人宣教師は、伝道先の国の文化を理解するのは困難であるから、その国の知識人と交わる程度に留めるべき、日本を訪れる、宣教師は、日本思想会を凌駕するほどの一流の学者であるべきだといった内容であったため、宣教師から不評を買い、ハートフォード新聞に批判記事が載った。世界宗教大会出席後は、イエール大学で8ヶ月間進学研究を、 行うなどした。帰国後、同志社に派遣されていたアメリカンボードの選挙士たちとも圧力が生じ、ついに明治29年、外国人選挙士団は同志社と絶縁するに至った。翌年、尾崎は学内混乱の責任を取って社長を辞任。同志社社長辞職後東京に戻り、京橋教会の牧師を務めて前もなく、霊南坂教会に合併させ、 同協会の牧師を務める。明治31年からの2年間伝道し新世紀を明治33年からの2年間、東京毎週新聞を刊行ハワイ伝道の後、明治36年に東京伝道学校を開校し、明治38年には北アメリカ太平洋沿岸で伝道を行った。明治37年に勃発した日露戦争には、 自らが主催した大日本宗教家大会において、協力の立場を表明。明治43年の日韓併合後の年に、組合協会は、朝鮮人伝道を決議し、渡瀬常吉を派遣した。日本キリスト教連盟、日本キリスト教会同盟、海外キリスト教伝道協会、日本福音同盟会、日曜学校協会、南洋伝道団などの会長を務め、 大正9年、世界日曜学校大会を日本で主催し日本代表として出席した。その他、世界選挙大会などにも日本代表として出席している。昭和6年には、霊南坂教会の名誉牧師に就任した。昭和13年2月26日、老衰のため、神奈川県茅ヶ崎町の別荘で死去。青山霊園、玉霊園に遺骨が眠っている。 尾崎行動は、明治22年に同志社で行われた、YMCA の夏季学校において、聖書のインスピレーションと題する講演で口頭批評を擁護し、聖書信仰を否定した。ここから、日本のリベラルが始まると言われる。尾崎は、世は、この講義において、霊的倫理的インスピレーション説なるものを主張し、聖書に語尾があるとかないとかいうがごとき窮屈な、 見解を法的し、これに向かっては自由研究をなさねばならぬ。また五人は信仰の基礎を聖書に置くことをせず、精霊すなわち実験に据えねばならぬことを述べた。青年という言葉は、東京キリスト教青年会創設の際尾崎が、ヤングメンズクリスチャンアソシエーションを、キリスト教青年会と翻訳した時に生まれた。また、レリジョンを、宗教と訳したのも、尾崎である。 なおそれ以前は、福沢諭吉が、終門、終始と、中村正直が、法教と訳していた。ありがとうございます。